ビクトリア女王世紀の愛は2009年のイギリスとアメリカの合作映画若き日のビクトリア女王の半生を描いた電気映画であるこの映画の発案者はエリザベス2世女王の次男ヨーク公爵アンドリュー王子の元妻のセーラ・ファーガソンである第82回アカデミー賞では衣装デザイン賞を受賞美術賞メイクアップ賞にノミネートされた 19世紀のイギリス。老いた国王ウィリアム4世の多い継承者は、亡き弟の娘である10代の少女ビクトリアだった。18歳になれば彼女は成人とみなされるが、権力を欲する母親のケント公爵夫人とその愛人のコンロイは、摂政政治を認めろとビクトリアに要求し続けていた。ドイツから来た青年アルバートと親しくなるビクトリア。彼は、 ビクトリアのおじであるベルギー国王のおいでビクトリアの夫候補として送り込まれた男だった。アルバートと文通を始めるビクトリア。政治家たちもビクトリアへの接近を図り、首相のメルバーンがビクトリアの信頼を勝ち取った。1837年、ウィリアム4世は亡くなり、ビクトリアは18歳の若さで女王となった。母親を遠ざけ、メルバーンに頼るビクトリア。 政権が交代するとメルバーンは失脚したがビクトリアは友としてメルバーンをかばい続けた。その行動を議会や市民から非難されたビクトリアはいつも励ましの手紙をくれるアルバートとの結婚を決意しドイツから呼び寄せた。忙しい女王が得られる結婚の休暇は3日間だった。アルバートの叔父のベルギー国王は早速彼を利用しようと手紙を送った。 しかし従わないアルバート。アルバートは妻を愛し、誠実に尽くす男だったのだ。アルバートの愛の強さに気づいたビクトリアは9人の子を、儲け、アルバートの死後も低粛な妻として、一生を送るのだった。この他、ビクトリア女王とアルバート公のコンマにあたるヨーク、公爵霊場、ベアトリス王女が、自助役で出演している。ありがとうございます。